日本東京都千代田区東神田東神田は東京都千代田区の町名。現行行政地名は東神田1丁目から3丁目。住居表示実施済み区域である。郵便番号は101-0031。千代田区の北東部に位置し、神田地域に属する。町域北部は JR 総武線の線路に接したい東区浅草橋4丁目に接する。東部は 台東区浅草橋一丁目、中央区日本橋ク露町にそれぞれに接する。南部は中央区日本橋小伝馬町に接する。西部は千代田区岩本町に接する。二丁目と三丁目の間を神田川が流れている。東神田は商業地としての性質が強い。岩本町や日本橋ク露町などに近接し、一丁目付近を中心に繊維問屋や,や、 関連企業が見られることでも知られる。南部の東神田1丁目は、安国通りより南の区域にあたり、繊維関連の企業が集中している。中部の東神田2丁目は、安国通りの北、神田川の南に挟まれた区域である。北部の東神田3丁目は、神田川の北、JR 線の線路の間の区域にあたる。東神田全体に、高層建造物が多く見られる。 東神田一丁目は、かつて神田橋本町と呼ばれ、否認系部落があったが、1881年の火災で全焼。以後、被災者たちの現地立ち入りは当局によって禁じられ、1902年の立ちのき命令を最後に、なめし業に従事していた、部落民たちは、荒川区の三輪付近や墨田区の岸も川地区に移転を余儀なくされた。三沢付近からはさらに、 荒川八丁目や岸も川地区に移転し、今日に至る。2017年12月1日現在の世帯数と、人口は以下の通りである。区立小中学校に通う場合、学区は以下の通りとなる。なお、千代田区の中学校では、学校選択制度を導入しており、区内全域から選択することが可能。町域内を東西に安国通りが通っている。 また南北に清洲橋通りが通っている。町域東端沿いには、左江門の橋通りが通っている。また二丁目に柳原通、り、馬に中通りが通っている。一丁目には、神高なもの通りが通っている。鉄道駅として、東神田には三丁目の北東部に、総武線、浅草橋駅の西口の出口がある。他に一丁目、二丁目方面には、総武快速線。 曝露町駅、都営新宿線、曝露横山駅、連絡駅でもある都営浅草線、東日本橋駅などが利用できる。町駅西部では、隣の都営新宿線、岩本町駅も利用可能である。龍角山本社、ありがとうございます。